阿光鉄道は、かつて、日本国有鉄道山陽本線のうね駅から晩州、阿光駅までの鉄道路線を運営していた、鉄道事業者である。本校では、主に運営していた、鉄道路線について記述する。張馬国の西端にあり、阿光藩の城下町であった阿光町は、瀬戸内海に面し、塩田を要する生園地としても知られていた。しかし、八百九十年に、 山陽鉄道が路線を山間部に付設すると、鉄道ネットワークから取り残されたため、鉄道を道線の宇根駅から町中心部まで付設しようとする発案が幾度か上がったが、いずれも予算問題で立ち消えとなっていた。しかし1910年に軽便鉄道法が交付されたことから、これを契機として、期間 762mm の軽便鉄道の 付設が決定され1915年に会社創設1921年に開業した。阿幸鉄道は塩の輸送のほか観光誘致にも積極的で阿幸周辺においてバス事業も展開した。戦後、山陽本線愛用駅と接続する国鉄阿幸線が開業することになったため、1951年に廃止となった。 1950年11月改正時板州阿光に通じる鉄道としては4つの構想があった。最初の構想は1896年に出た板州鉄道の構想で、ほぼ阿光鉄道のルートでうねに出て、さらに北の上氷を目指したものであったが、期間の選択でもめて実現しなかった。続いて明治30年代に阿光鉄道の構想が打ち出された。 これはほぼ現在の JR 和光線のルートに沿って、岡山県側の最大寺まで結ぶものであったが、これも実現しなかった。また1907年には、針備え鉄道の構想が打ち出され、立野から姫新線と和光線のルートに近い経路で、晩州和光まで結ぶものであったが、これも実現しなかった。1910年に4番目に打ち出された、ハ見線の計画が、 実際に建設された阿光鉄道へ通じるものとなった。これは、上氷からさらに、岡山県北部の美正か地方までを結ぶものであった。1913年2月8日に京弁鉄道の付設申請を提出して、すぐに許可を取得した。実際にはハミ線の計画は縮小されたため、上氷までの建設になった。1915年5月7日に、 阿コ鉄道株式会社が発足したが、資金的に苦しく、ウネイ北の上氷までの区間は見送り、また、佐古市支線も中止して、番州阿コうね館のみを建設することになった。1921年4月14日に開業した。開業後は、阿コからの塩の輸送が行われ、阿コの塩をさらに全国に広めて、阿コの産業発展に貢献した。 また積極的に観光開発に努め、赤荻市の史跡などを活かして、京阪神方面からの観光客を輸送した。赤荻周辺の住民の生活は、赤荻鉄道の開通により、大幅に便利になったという。営業実績の方は当初は振るわず、赤字がしばらく続いた。昭和初期には、蒸気機関車に代わって、ガソリンカーが導入され、列車の増発が行われるとともに、 万州阿公駅の移転、改築が行われた。業績は次第に上向き、1938年頃からは配当も行えるようになった。第二次世界大戦後、年間輸送量が100万人を超えるピークを迎えた。その後は落ち着くが、特に経営に支障はない状態で安定していた。しかし国鉄阿公線が建設されることになり、 これに役割を引き継いで発展的に解消することになった。1951年12月11日22時に最終列車が万州阿公駅に到着。翌12月12日から国鉄阿公線が開業して阿公鉄道は廃止となった。所在地名などは廃止時点のもの。全駅兵庫県に所在。開業から廃止までの間に蒸気機関車6両。 ディーゼル機関車2両、機動車6両、客車のべ30両、貨車のべ31両が在籍した。運輸審議会の決定、官報1951年12月27日、明治43年免許昭和9年執行、鉄道統計資料、昭和9年度、軽便鉄道免許状家付。 漢方1913年4月1日、地方鉄道及び軌道一覧昭和10年4月1日現在、日本全国諸外社役員6。第24回、地方鉄道運輸開始、漢方1921年4月16日、地方鉄道駅設置、漢方1925年10月24日、阿コ鉄道の発掘18ページ1934年、時点。 全国乗り合い自動車騒乱、地方鉄道貨物停車場設置官九1922年4月12日地方鉄道駅名解消官九1925年9月16日白土貞を関東鉄道龍ヶ崎線龍崎鉄道鹿島三宮鉄道龍ヶ崎線猫パブリッシング2013年46から47ページありがとうございます